ジェルミュー。よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、はい、なんとスタイルコスプレクイズ。前はコスプレイラストクイズっていうの、はい、スタイルイラストクイズやらせてもらいましたけど、これがちょっと進化版ということで、はい、僕が、サガシリーズのキャラクターのちょっとコスプレを作ってきましたんで。コスプレを作ってきた。でもね、これね、前よりでも分かりやすくなってると思ったね。家にあるもの限定でなんとか形にして今日持ってきましたんで、ちょっと当ててください。はい、3問用意してきましたので。おー、すごいな。じゃあ早速、はい、1問目、はい、じゃあ目つぶってください。はい、はい、じゃあ準備します。なんか音が、おお、音がすごい。家にあるの。なるほど。ちょっとスタッフさん大丈夫か、これチェックしてください。細かい、ちゃんと顔をちゃんと向いてるとか。すごい、こっちメイクさんが入ってるみたいな。こっち絶対面白い。ここ、あ、こういうことか。あ、そうです、そうです。はい、はい、あ、はい、あ、躍動感あります？いや、いいですね。いいですか？はい、このコスプレ誰でしょう？ 3、2、1、どうぞ。これは分かるんじゃない？これはあれですね。せーの、雪だるま。正解！怖い。動き怖い。どうですか？ちょっとどうですか？頑張りました。クオリティ、思ってるクオリティ。どうだったんですか？思ってるクオリティ。絵とか前かわいい。ねえ、ねえ、そうそう、これこれでも誰でもできますもんね、これ。確かに、明日からできる。明日からできる。あなたも明日からできる。できる。思ったより雪だるまだった。思ったより、まあ、すごかった。想像しなくても雪だるまだった。あ、行けました？行けてました。おお、よかった。あっちっすよ。あっち、マジで。季節が季節だったら、ね、ビニール袋の中ってすごい。じゃあ第2問、はい、はい、じゃあ行きます。じゃあ一応目つぶっといてもらおうかな。一応ね、はい、早いしよう。一応塩、いや、近くない。塩ってことは難易度跳ね上がってますよ。これじゃあクオリティもなんか高そうなクオリティがありますね。笑い声で覚えた。いきました。あゆさんの、それではこのコスプレ誰でしょう。3、2、1、どうぞ。待ってください。ちょっとこれはんちょっと、はい、せーの、白バラ。正解です。おめでとうございます。おむつを使ってます。おむつ、あの、やっぱフリル的なものが家におむつしかなかったんで、ちょっとおむつのこのひらひら感を、はい、使って、これあの5個使って作った、あ、白バラヘルメット対策です。はい、いや、これでも結構すごかったんじゃない？みんなも本当ですか？まあ、ここなんかだって僕娘と一緒にくっつけてもらったから手伝ってる。そのなんか、なんていうんですか、このフリル感というか、そのなんかこう、そう、立体的に全然使いました。まだ使いますか？持って帰ってきてねって皆さんに言われてます。ああ、ですよね、はい、持って使うからね。はい、大量できますもんね。じゃあ3問目、はい、いきたいと思います。3問目ちょっと難しいかも。本当に分かりました。目つぶります。じゃあちょっと準備していきます。目つぶってください。音がちょっと違います。こっち、突如なんて、なんか音が食べてくれてるか。スタッフが音をして、このコスプレ誰でしょう。3、2、1、どうぞ。ん？ちょっと待って。え？あんまり出てこない。服関係なくなってないですか？あれ、靴もじゃん。なんかサッカー少年っぽい。ちょっと待って、わかんないかも。え？これ結構わかりますかね、視聴者さん。わかる。ヒント、うん、ドット絵の誰か。あ、ドット絵の誰か。リアル衣装で考えると多分出てくるところです、こんなやつは。え、今キャラクター一覧見ちゃう。見てもいい。あ、でもいいですか。え、緑でもめちゃくちゃリアルに、あ、バランスは、ドットバランスは難しい。ちょっと待って、
めちゃくちゃ難しい。ドットです、ドットの、じゃあヒント、はい、あだダウドですか、あドットえドットダウド、そう正解です。ちょっと全然わかんなかった。ドットのダウド見てください。ドットの、ドットの見れ、見れます、ほんとです、ほら色、確かにあの青、あの白、靴白、色、色はちょっとビビットですけど、あのビビットだよ、ね、頭の、確かになんか元々ドットにしたらこんな方向になりそう。そうだ、ここノータッチなんですよ。そうか、で遠目で見たらいけたかもしれない。えこれでしょ、そうです、青でしょ、靴白でしょ、こう首ビニールのところみたいな、ここをちょっと前見るより、いや、これいるかな、分かった人どう、よく分かったね。いや、もう僕もこれ見てはダメでした。で、ナルト見て、あ、なんかと思ってナルトなんかあったよなと思ってドットをこれで表現するのめちゃくちゃ面白いです。養生テープで、ね、家にあるもんだからね。ちょっと新しかったですよね。あ、面白かったです。はいはい、でもなんかあんだけね、お手軽に雪だるまになれるっていうのが伝わったら、うん、雪だるまの衝撃やばかったですし、白バラもね、ちょっと衝撃的でしたね、うん、そうですね。いや、コスプレ大会やりましょう、そしたらね、楽しい、このこれユーザーさん集めてハロウィンとかでやりましょう。あ、いいですね、ぜひ。みんな家にあるものみたいな生放送でしましょう。ダウドの難易度が高すぎましたね。高いっす。台風とか、ほら体術っぽかったんですよね。あー、横から見たらと思って、そうかも。ですよね、多分そう。行動選択中のね。そうそうそう。ファーブでみんな見てほしい。そうそう、ぜひとも。はい。まあ、今後もね、こういうちょっと愉快な企画、はい、愉快でした。はい。希望するよって方はぜひいいねボタンとね、押していただいて、はい。ぜひ皆様、チャンネル登録もよろしく！よろしくお願いします。